はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はまだね、日本一さん、焼き鳥チェーンの日本一さんの焼き鳥つくねね、昨日は青じそつくね、塩のつくね、塩味のつくねだったんですけども、今日はタレのつくね、それにあと手羽先がね1本残ってたんでね、もう食べてしまわないとねもったいないんで、これもついでに焼いてつけました。あとはマグロの、お刺身、もうお刺身っていうか切り落としっていうか、まあそんな感じのやつですね。まあ今日もまあいつものようなね、変わり映えのしない晩酌ですけども、まあよろしくお付き合いください。ではまず飲み物から、いつもの、朝日さんのドライゼロのノンアルですね。よいしょ、しょ今日もちょっと疲れちゃいましてね、いろいろやってて、よいしょ。ではこれに焼酎、ミニゴロってなってますけれども、中身は大ゴロですね。ノンアルに焼酎を入れて、で軽くかき混ぜてね。おお、危ない危ない、こぼれる。ではこんな感じでシュワシュワな感じで行ってみたいと思います。で皆さん今日もお疲れ様でした、一日ね。私もお疲れですよ。ではシュワシュワいただきたいと思います。じゃあ乾杯、いただきます。冷たいシュワシュワ飲んでね、疲れも吹っ飛びますよ。いやー、さっぱりして美味しいです。ではね、ミニゴロ、大ゴロまた入れて軽くかき混ぜて、よいしょ。で一回置いときたいと思います。ではまずは七味唐辛子、七味唐辛子をパパッとかけて、よいしょ、これでいただきたいと思います。こちら日本一さんの、つくね、日本一さんの鶏のつくねですね。こんな感じで、これタレはね、日本一さんの付属のタレじゃなくて別の焼き鳥のタレ使ってます。日本一さんの焼き鳥のタレってあんまり焼き鳥のタレつけてくれないんですよね。なんでちょっとまだ何本かな、あとね4本ずつ買ってきたのかな今回、青じそつくね4本と、この普通のこのタレのつくね4本と、あと手羽中を2本買ったのかな、で昨日は青じそつくね2本と手羽中を1本いただいたんですけども、うちの母がこのねタレのこのつくね好きなんでね、母に買ってったんですけども、いきなりもう昨日ね緊急入院することになっちゃって、これも食べないとねもったいないんで、残りはもう冷凍しようかなと思ってますけども。では日本一さんのつくねいただきます。あ、やっぱ美味しい。なんですかねこの美味しさは。なんか旨味な成分が入ってるんですかね。なんか旨味調味料的な成分っていうか、旨味成分が鶏ガラ成分みたいなのが入ってるのかな。こう旨味あって美味しいですよね。ではシュワシュワで。では、またいつもの野菜サラダ、野菜サラダ作りました。こんな感じでね、これもうちょっと安めのトマトあったんで、いつもはねトマト、小ぶりのトマトですけども、節約して母と半分こするんですけども、母もね入院しちゃってるんで、今日は
トマトは1個分使ってます。では、癖になるうま塩、リケン酸のドレッシングですね。これをこのくらいかな、かけて、で玉ねぎのタレ、エバラさんの玉ねぎのタレ、こちらもちょっと軽くかけて、こんな感じでね。で今日のサラダチキンはですね、これ CGC のサラダチキンっていうのが売ってたんで、これ買ってきました。ブラックペッパー味ですね。これ1パックで104キロカロリー、だいたいサラダチキンってこう1つ100キロカロリーぐらいのね、100キロカロリーから100キロカロリーちょいぐらいのものが多いですよね。これをまあちぎって使ってるんで、まあ10分の1とは言わないですけども、そんなにカロリーは高くないと思うよね。やっぱりね、サラダにサラダチキンつけるとね、サラダ全然美味しいんで、こんな感じで。ではトマトからいきたいと思います。トマト、トマト乗るとね、彩り綺麗ですしね。ちょっと今日はコーンなんかも散らしてまして、なかなか見栄えも良くて豪勢な感じで美味しそうですよ。あー、トマトが落ちた。ではサラダいただきます。コーンがね、いい感じでアクセントになってて美味しいですね。よいしょよいしょ、崩れそう。こんな感じでね、いただきます。トマト、まあ机の上に落ちても全然問題ないよね。ちょっとね、喉詰まりそうなんでシュワシュワで。お、富士山、富士山はピンボケかな。ちょっとピンと合わないですね。あ、シュワシュワいただいて、若い頃はそんなにね、飲み物なくても食事ご飯全然平気だったんですけども、年取ると飲み物ないとなかなかこう飲み込めないというか、こう落ちていかないというかね、なんなんでしょうね、やっぱ年だからっていうまあそういうことなんでしょうけども、若い時なんでもうラーメン、チャーハン、餃子とかね、ガンガンこう食べて、ラーメンのスープでもね結構いけますからね、水なんて全然飲まなかったもんですけども、年取るとね、サラダ食べてでもね喉詰まってね、水分取らないとなかなか大変なんですよね。ではまた七味で、こっちに今度はねパパッとかけて、でこちら、これは藤子さんのおかず畑おばんざい小鉢の卯の花ですね。なんか久しぶりに買ってきた気がするんですけどもね、卯の花で1パックあたり、これは43キロカロリーですね。おばんざい小鉢、これ美味しいですよね、このシリーズ。私しょっちゅう食べてますけど、まあ食物繊維も取れるんでね、おからは体にもいいかなと思って、あの切り干し大根とかの方がね、カロリーで考えるんだったら向こうの方がカロリー低いんですけどもね、こっちはまあ食物繊維、大豆の殻なんで食物繊維も結構取れるんじゃないかということで
いただきます。うん、うん、やっぱり前のやつに比べればやっぱり若干しっとり感アップしてるんですかね。うん、結構何年も前から食べてますけどもね、このシリーズ。うん、お通しね、お通し感覚で食べるのちょうどいいんですよね。うん、じゃあ飲み物どうしようかな。飲み物、あ、じゃあ、こっち行くか。日本酒、ちょっぱり、青森県の地酒、ちょっぱりですね。いつもうちの動画だとね、もう結構青森県の地酒、ちょっぱりね、紹介する率多いですけども。で、これは弘前の地酒ですね。青森県弘前市の地酒、六花酒造さんのところで作ってる、日本酒になります。ではよいしょ。よいしょ、このくらい。これもね、そんなにお高い日本酒じゃないんで、気軽に買えるぐらいのね、あのお安い日本酒なんで。じゃあいただきます。うん、うん、あの前にも言いましたけども、あのワンカップとかありますよね。あの大関さんだとか日本盛りさんだとかね、ワンカップのあの辺の味に似てる日本酒ですね。うん、ああいう感じの味の日本酒です。うん、まあ、スタンダードですよ。うん、スタンダードな味の日本酒ですよ。うん、ではお次はこちら、イオカンですね。イオカン、イオカンまだ何個もあるんでね、一度に半分ぐらいずつしか食べられないんで、結構まだねイオカン続くと思いますけど、申し訳ないですね。これ剥いて食べるかな、したら。ちょっと待ってください。これこの薄皮が意外と厚みあるんでね、剥いて食べた方がいいかなと思うんで、ちょっと剥いて、よいしょ。あんまり上手じゃないんでね、こんな感じでちゃんと剥いて、これでちゃんとピント合ってるのかな。剥いていただきます。うん、ちょっと酸っぱいですけどね。うん、柑橘系の香りがなかなか爽やかで美味しいですよ。うん、では今日ウイスキーね、ちょっとこっち持ってきました。カナディアンクラブ、カナダのウイスキーですね。これちょっとあったんで、今日はこれ飲んでみようかなと思って持ってきました。ではロックでね、ちょっとカナディアンクラブ割っちゃうとね、カナディアンクラブは割って飲むと香りがちょっとね、あのそんなに強い方じゃないんで、うん、ストレートかロックで飲む方がいいかなと思います。ではちょっとね、久しぶりなんで、ではいただきます。うん、ああ、そうそう、この味ほのかに電気ブラン風な味がするんですよ、これ。うん、電気ブランもね、通販で買うとなると送料とかなんだとかって高くなっちゃうんでね、うん、なかなか田舎で買おうと思うと売ってないもんでね、その辺で。電気ブランね、飲みたいなと思って、 でもね、ちょっと高いかなと思って、送料考えれば高いかなと思ってね、うん、カナディアンクラブ飲むとほんのり電気ブランの香りがして、でも美味しいんですよ。うん、でも結構スパイシーな柑橘系みたいな
香りもあって、うん、でもねやっぱハイボールとかにしちゃうと薄くなっちゃうかな。あんまり割らないで飲んだ方が美味しいウイスキーなんじゃないかと思いますよ、うん、ではお次はマグロのお刺身、こちら台湾産キハダマグロ赤身刺身用解凍ってなってますね。 100g あたり198円で 146g で、289円プラス税な、税抜きで289円かな。まあまあですね、うん、そんなに高いってわけではないですけども、まあまあまあ普通ぐらいの値段ですかね、うん、他にももっとねちょっともうちょっといいお刺身もあったんですけども、マグロのお刺身でちょっと高かったんでね、今日はこっちのお刺身、マグロのお刺身を買ってみました。ちょっとなんかねちょっと筋っぽい感じがしてるんですけどもね、大きいのも入っててこの辺ちょっとこうねちっちゃいこうお刺身、お刺身っていうかなんか切り落としっぽい感じなんですけどもね、うん、この大きいとこ行きましょうかね。この大きいところで、このお醤油はフンドーキンさんのお醤油使ってます。九州のこう甘みのあるねお醤油でこれ美味しいんですよね。ではちょっとこうわさびをしっかりつけてこれでね行ってみたいと思います。結構大きめの切り落としっていうか切り身っていうかですね。では、台湾産のキハダマグロの赤身いただきます。うん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 、あそんなに筋っぽくない。うんうんうん、あ美味しい。フンドーキンさんのねお醤油がまた合う。うん、これああ落ちた。これこのお醤油使ってます。フンドーキンさんのね甘くて美味しい醤油っていうこれを使っていただいてます。ではお酒はねやっぱり日本酒合わせたいんでまたジョッパリで、ここ隠れちゃう、この津軽って書いてあるのがね隠れちゃうんでね、津軽のお酒ね弘前なんで津軽のじょっぱりこれでいただきたいと思います。よいしょ。近所のねスーパーでね電酒が若干安く売ってんですけどもね、若干安いって言ってもそれでもね高いんですけども、それも飲みたいんですけどまだねなかなか手出ないんで、こういうね庶民的なこのジョッパリさん、これでも十分美味しいんで、まあ、電酒ね、これおちょこは電酒のおちょこなんですけどもね、電酒じゃないんでちょっと電酒の文字はこう裏に隠してね、お安い電酒一升のが3980円ぐらいで売ってるんですよ。ね、電酒だとだいたい相場6000円ね、一升6000円ぐらいするんで、それから考えればね、安いんですけどもね、うん、でもやっぱ高いんで躊躇しちゃうんでね、やっぱりね、お安いお酒の方が安心して飲めるんで、これでいただきたいと思います。さらりとして飲みやすい、普段使いのお酒にちょうどいい日本酒ね、ジョッパリさんだと思います。ではお次は、黒瀬のスパイス、こちら
うちの動画だとちょくちょく出てきますけど、ね、キャンプ動画なんか見てると時々ね出てきますよね、クロセンのスパイス。これ本当ね美味しいんで、私もキャンプ動画に影響されて買った口なんでね、これ本当美味しいんですよ。これをね手羽先にちょっとかけてね、手羽先にちょっとかけて、よいしょ、これいただきたいと思います。手羽先、手羽先、最近の手羽先ちっちゃいですよね。私の子供の頃手羽先って言ったらもっと大きかった気するんですけどもね、子供だったから大きく見えたのかもしれないんですけども、うん、それ思い出補正さっぴいても昔の手羽先はもっとねでかくて立派だった気するんですけども、どうでしょうね。ちっちゃいですよ本当この手羽先。ではまあね、これ魚焼きグリルであのね焼き直してきて1本だけ残ってたんでね、もったいないんでね食べないと。じゃあこれいただきます。ああ手羽先にもやっぱクロセのスパイス合いますよ。よいしょ、こんな感じでお肉の美味しいとこをまたこの辺いただきます。ちょっと手がベタベタなんでちょっと、ね、拭いて、では、ね、除菌のウェットティッシュ、もう100均に行っても除菌のウェットティッシュもうないですよね。もう買い占められてんだかなんだか分かんないんですけど、今トイレットペーパーも買い占められてて品薄になってんですかあれ。んーで、まあこう販売サイトみたいなところでもうプレミアっていうか、あの値段釣り上げてなんか売ってるらしいですけどもね、あのなんだっけ、あシュワシュワマスクの材料とあのトイレットペーパーの材料違うんで、あのマスクがねあのたくさん作られてて、トイレットペーパーの材料が品薄になってね、あのトイレットペーパーがなくなるみたいな、なんかそういうデマが流れてるらしいんですけども、トイレットペーパーとあのマスクは別物なんで、トイレットペーパーの生産量は十分にあるっていうことなんでね、あのそのデマとかにね惑わされてね、あの転売、高く転売してるようなねものには手出さない方がいいと思いますよ。なんかねそういうのいちいちありますよね。マスクも高く転売してねやってるのもありますし、それでも買っちゃう人がいるんですよね、あれも。ね、ああいうのはね買わない方がいいと思いますよ。あと東日本大震災の時はね LED ランタンがものすごく高くなりましたよね。停電ね、地震の影響で停電するんで、電気つかなきゃね真っ暗なんで、 LED ランタンがすごい値段高くなって、キャンプ用のねLED ランタン、まあ2、3000円で買えるやつが1万ぐらいしてましたからね当時。なんかこうそういうの転売だとかね困ってるのにつけ込んでね商売するのいますからね、そういうのそういうとこから買っちゃダメだと思いますよ。何の話してんだか分かんないですけども、まあねちょっとね今コロナウイルス関係でねマスクだとかトイレットペーパーだとかね高く転売してるっていう話がねあるんで、そういうのはねやっぱね買わない方がいいと思います。ではじゃあどうしようかな、もう一回お刺身食べようかな。お刺身どれがいいかな、まあこれでいいか、この辺
ちょっとね、やっぱ筋っぽい感じに見えるんですけどもね。あ、申し訳ないです。この筋もあの火通しちゃえばね全然気にならないんですけども、生で食べるとちょっとね、あの硬かったりこう歯に挟まったりしますからね、筋は。こんな感じでわさびをしっかりこうつけて、よいしょ、こんな感じでね、マグロ、台湾産のマグロ、キハダマグロのお刺身いただきます。うん、甘みのあるお醤油っていうのもいいですよね。九州のあのフンドーキンさんのこの甘いお醤油、青森だとなかなかないんですけどもね、甘いお醤油は。青森だと本当にね、お醤油っていうともうギリギリっとくるぐらいにもうしょっぱい感じのお醤油っていうイメージですけどもね、九州のお醤油ちょっと甘みもあって美味しいですよ。わさびがすごい。ではやっぱり日本酒、お刺身には日本酒合わせてね、ちょっぱりもう一杯いただきます。よいしょ、あー危ねえ。では今日の晩酌動画の方はね、この辺で締めにさせていただきたいと思います。まあまだね、つまみいろいろあるんで、これを食べながら飲みながら、またまあ動画かなんかアニメか動画かなんかね見ながら、晩酌の続きしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画、編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあちょっぱりでね、最後、日本酒うまいっすよね。あの糖質とかそういうのね、あんまり関係なければもっといっぱい飲みたいんですけどもね、日本酒も。私も日本酒も好きなんで、まあ安いのしか飲めないんでね。美味しい、あの高いあの日本酒とかをね、他のね、動画の、 あのアップされてる方での動画見てくださいっていう感じなんですけどね、うちは安いのしかね紹介できないんで、貧乏なんでね。でもあのこのジョッパリさんの、 弘前のね、六花酒造さんのジョッパリ、これも美味しい日本酒なんでね、青森よこしの際はね、あの飲んでいただきたいと思います。ではね、長くなりましたけども、まあこの辺でね